はい、どうもエルザです。それではあつ森やっていきましょう。今回はやっと案内所ができたということで、多分そのニュースがあるのでそちらも見ていきたいなと思います。いやー2日間長かったっていうか、昨日が長かった。さあ、放送でお伝えした通り、本日無事に新しいエルザレッド案内所が完成しました。やった、案内所完成だね。あと隣に服屋さんもいるね。そしてビッグニュースがもう一つ、案内所に新しい仲間がやってきた。おお、横のハリネズミさんは別として、まさか。どうぞこちらへ。あーってことは、しずえさん。おお、来た来た来た。はじめまして、しずえと申します。この度このエルザレッドの案内所のスタッフになりました。へえ、しずえさんとうとう来たね。まだわからないことも多いですが、三島の皆さんのお役に立てるよう頑張りますので、よろしくお願いします。しずえさんはこれまでにも住民サポートのお仕事をしたことがあるから、きっと力になってくれるはずだな。もかわいいね、相変わらずね。それからもう一つ、まあ案内所完成に合わせて広場もきれいに作り替えた。おお、めっちゃお金かけたね。住民や業者の皆さんに自由に使っていただいてはいたけれど、今後は四季折々の行事なんかも開催させてもらうつもりだから、お楽しみ。あー、じゃあ4月からのイベントとかね。ということで本日のお知らせは以上になりますが、本日をもちまして僕の党内放送を卒業させていただくことになりました。へえ、やめろやめろ。明日からは、あ、しずえさんによる新しい党内放送がスタートするの。あ、まあそっちの方がいいね。へえ、なすりつけやね。明日せら精一杯頑張りますね。ぜひ耳を傾けてくださいね。というわけで、新しい建物に新しいスタッフを加えて、もっともっとこの島を盛り上げていただくけども、これからも案内所が提供する新しいサービスに興味がある方は、ぜひとも足を運んでちょうだいね。遊びに来てちょうだい。さあ、案内所できたみたいだね。あとは、そうだね、魚を売りつけたりとかいろいろしたいので、ちょっと準備は整えつつというところなんですが、実は家が、ちゃんと、3部屋目になりまして、家の形が若干変わってると思います。前回は左側しかなかったんですけど、右側の部屋ができたんで、左右対称になりましたね。さあ、あれ、ちょっと音楽も変わった。ちょっと郵便ポスト見たり、ちょっとね、案内所行く前にいろいろしたいので、そちらの準備したいなと思います。あとね、野生に入ってた黒とピンクの柄が見つけたんでね。じゃあ、ちょっとスキップ。はい、ということで、いろいろと整えてきました。いやー、打った。で、今回ちょっと案内所の方に行ってね、いろいろしたいなと思います。まず確認したいね。さあ、マリアちゃん、おしゃべり、結構ね、おしゃべりしてるとアイテムあげたりとか交換ができるんで、お、なんかめっちゃ格好変わってる。めっちゃスポーティーじゃん、ハムカツ。おかしいな、なんか体がムズムズするんだよな、かゆすぎ。それは、はい。はい。はい、まず、キヌヨさんとちょっと話しましょう。そうそう、お店で連れ違った人だね。改めまして、うちキヌヨって言います。マメちゃん、つぶちゃん、たぬきちさんと昔から知り合いないよ。今回そのご縁もあって、こうしてエールザレッドに服なんかを利用させてもらってます。結局はこの島にお店を出すと。へえ。
移住してくれるんだ。趣味なのか言わせてもらいます。そうだね、商品見せて。お、ベースボール、レインコート、探検服のズボン、花柄の、あースカートとか売ってるんだ。ワークブーツ、いや、キャスケットとかいいね。買おう買おう。ああ、ちゃんと一回一回するんだね。まあね、ちょっとね、何に使えるかわからないんでね、服はできるだけ欲しいなっていう。あの、隙間が許す限り。探検服のズボン。こういうズボンあるんだね。まあでも、プロレスラーの服とかあったしね。マジで。さあ、花柄スカート。スカートか、意外とこのスカートがね、自分で作るってのは大変なんだよね。はい、ソックスちょうだい。このアイマスクもね、リメイクで色変えれたらすごくいいんだけどね。そうね、洋服の色替えが、あ、でもできたらできたで、それはそれでいろいろ大変か。お金はあるんでね、どんどん買っちゃおう。キャスケットいいな。Tシャツワンピで、よく見たらアザラシだね。さあ、あとはワークブーツ買って、あ、意外と2000円しないぐらいだったらそこまで高くないからね。夜も10時頃、結構君頑張るんだね。そうだね、帽子が気になった。まあ、ベレーボディかな。よし、じゃあちょっと中入ってみましょうか。おお、めっちゃ変わってる。エレザさん、どうもどうも。ご覧の通り立派なアンナジュは完成しただなもん。それもこれもエレザさんをはじめとする住民の皆さんのおかげなんだもん。で、放送でも紹介したけど、こちら今回新しい案内所のオープンに合わせたより良いサービスを提供できるようにこちらの静江さんをお迎えしただもん。案内所のお姉さんになったんだね、結果。お名前を伺っております。まだ今日から着任したばかりで、今の仕事を覚えていくことでいっぱいいっぱいなんですが、精一杯頑張りません。よろしくお願いします。ということで、2人でサポートしていくんだね。僕はお家や建築関係、自然住民の暮らしに関わる相談と。椅子に腰掛けていただいてからと。新しいサービスのことは何かもそれぞれカウンターで。そっか、てか2人に話さないといけないってことか。またあるの。そうだね、よろしく。しずえさん来た。お、錆びたパーツ、カビたワンピース、カビたワンピース、ひるい聞く。カビたワンピースは誰だ。シューズスタンプを用意できないと、ここを心よりお詫びいたします。ああ、多分連日というかね。アクセント何の会場させていただきます。ということはやっぱここまでどんなに頑張っても7日はかかるってことか。めっちゃかかったもんね。あと20万だね。でローンが終わる。ちなみにマイルは変わったかな。ベル引き換え券3000ベル、500で3000。マイル旅行券が確か8000円なんだよね。
お、ポケット詰め込み。いや、これはちょっとね、もうね、4万近くあったんで欲しいんだよね。いやー、これは便利。多分40が最大かな。さあ、これでいろいろ取り放題やね。さあ、あとはオリエンタルナサク、ペグト、石碑、マンホール、水飲み場。うわー、めっちゃ増えたね。ヒーローロボ5000すんの。街灯、仮設トイレ、工事、あ、工事中看板、電柱。いや、意外と、いや、すごいね、綿飴の屋台とかある。サッカーボール、ボールとかあんのかな。おお、怪獣。あれだよね、あれにしか見えないよね。東大プール、マールコーヒーカップ。はあ、めちゃくちゃ増えてんじゃん。で、この辺り郵送だから翌日で、レシピだとその場っていうことなんだね。はあ、じゃあちょっとタヌキチに一回話しますか。めっちゃ変わってんじゃん。アイテム欄も一つ増えたね。でもやっぱ結構すぐいっぱいになる感じだね。で、 DIY が、場所が狭くなったと。どうもどうも。増えてたね。3部屋目できてましたね。そうそう。ということで、ATM からね。エルサさん邸のリフォームのサービスでは新たにドアの交換。ドアの交換できるんだ。そうだね、それはちょっと。ってことは、開放してからがっていうことだね。建築相談カウンターだもん。簡単説明しておくならば、従来のご相談に加えて新しく島のインフラ整備のご相談。インフラできるんだ。島のさまざまな生活機も整えて住みやすい環境を作ることなど、僕が相談に乗れるのは橋や坂を作ってる。おお。費用は実費、現金でお支払いいただく必要があるんだけど、相談者はすぐ何か話をねって言ってね。何をすればいいって聞いてくれたら詳しく話すからね。それでは、どういったご用件。インフラ整備か。ああ、セレモニーはちょっと静江さんに話してからしよう。そうそう、おまけにイベントなんかもできちゃう。綺麗な広場を作ったじゃん。最初は何もね、無人島だったこの島が立派な集落になったことを記念して何かでっかいことをやりたい。はあ。それで僕ね、とある大きな目標を追いついちったんだな。もう興味ないな。何なんだ、興味ないな。いやー、興味ないな。選びたいけどな。最近まで扱いひどかったしな。まあ一応聞いてあげるか、ちゃんと。いや、興味ないんだけど。それはなんと、お、畑家さん呼んでライブを開催するんだ。へえ。そういえば夢の中で会ったような。あ、面識はないからね。そうなんだ。もうあの戸田キケさん知らないと。いや、でもこれから戸田キケさんの曲に出会える喜びを味わえるなんて、それはそれで羨ましい気が。まあそういうところはポジティブだね。とにかくこのエルザレットで戸田キケさんのライブを実現できれば、この島の知名度も確固たるものになるはず。今まで島の発展のためいろんな活動をしてきたけれど、これは集大成ともいう一大プロジェクト。ああ、じゃあ最後の目標的なものになるのかな。そうね、何すればいい。ライブ K がプロジェクト KK はどっから来た。プロジェクト K の K はどこ。プロジェクト X じゃないんだね。お客さんを増やす、移住者を増やす、そして島の評価をうんと高める。エルザレットのプロはこの島のトタッキさんにも届いてライブのオファーを受けてもらえるはずと。島にキャンプサイトを作りましょう。おー、なるほど。
そうだね。はいはい。待て、俺にもうそれは作れと言わんばかりの送ってきたね。レシピはね。そうだね、場所を探しますか。ちょっとインフラ整備のやつ見てみたいよね。ほいほいほい。橋や坂。そうだね。一軒だけ。持ち合わせか。橋をかけたい。あ、へえ、え、うん？一十百千十六万。和風なし。やべえな。やってもどうせ作んならとかって思うよね。あー、マジかー。赤い和風の橋。やめよう。ちょっとね、それはちょっと後々考えよう。どこに設置するかもちょっと考えたいんだけど、ね、雰囲気作りが重要になるんで、部屋の建物の場所を決めてもらったけど、この建物こっちに建てておけばよかった。あるね。建物を動かして島の土地を有効に活用するための区画整理に相談を始めようと思うんだろう。建物移設はあくまでオプションだから、工事費用負担。あ、まあお金欲しいね。相談。住民の家。ああ、こう、例えばハムカツのよう。これで、できるってわけね。5万ベル今手元はないからね。5万か。じゃあセレモニーを受けますかね。志勢さん来たしね。そうだね、参加しよう。そうやね、志勢さんに仕事させる前にまずお祝いせんとね。それでは、ただいまより案内の完成セレモニー取り行いまーすと。いやー、それにしても大きくなったな。さあ、素晴らしい発見を見てみたのも、ずっとしょぼいテントでやってきた案内所もこんなにいっぱいになっただろう。改めて今まで協力してくれたこの島の皆さんにお礼を言うだろう。それから新しくなった案内所を一緒に運営してくれる心強い仲間が島に来てくれただろう。自然さん、島のみんなに一言挨拶をお願いするだのも。自然さん来たね。まだこの島に来たばかりでわからないことだらけですが、皆さんのお役に立てるよう精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたしますと。自然さん、どうもありがとうだのも。次に案内所の建設で大な貢献をしてくれたエリザさんに、島民を代表して一言いただきたいだの。どうせあっぱれとかしかないんでしょ。ほらね。やったね、めでたいに、あっぱれ。あー、やったね。いや、他のセリフ言えるようにしてほしいんだけどな。どうもありがとうだのも。最後にあれの準備をお願いするだのも。アンダージョの完成のお祝いと、僕らのエルザレットのますますの発展を願いまして、よう。まあまあまあ、もうだいぶね、ほんと辿ってきたね。じゃあ静江さんに話聞いてみますか。何ができるかってところだよね。お前全然格好ちげえな。まあダンベル持ってたけどさ、ハムカツ、まさかなスポーティーな格好になるとはね。おお、そんな感じ。かわいいね。今後ともよろしくお願いいたします。こちらのカウンターでは主に住民の方や島の暮らし全般かかっていることの相談を受けしておりますと。そうだね、相談します。はい、お任せください。そうだ、島メロ書いて、島の旗を書いて、島民についての相談、島の旗を書いたい。ほう、そんなことできるんだね。まあ
へえ。周りの人を不愉快にさせるような口癖や服装は注意しますので、毎朝相談してください。まあ、じゃあ、なんかあれば。どなたのことで。ああ、これで。はいはい。達夫がめっちゃ気弱いんだよ。まあ、今のところ大丈夫だと思うけど。多分、あれだよね。言葉とか関係性とかだろうね。島の鳩を変えたい。マイデザインなんだ。はあ、デザインから持ってくるんだね。これじゃ作りがいがあるね。島メロを変えた。これもしかして変えるやつかな。許されたほう。一応できるのか。なんでもないです。そっか、だいぶやれることが限られてるところあるな。どうしよっかな。橋を作ろうかな。まあ、インフラ整備の相談。多分現金足りないから無理だと思うんだけど。橋。橋は石橋。どうせ足りなくてダメって言われそうだけど、どれにしてもね。お願いします。橋予定のキットポケットに入れておいたから、川岸に使えばどんな感じの橋が作れるかと。おい。じゃあ、橋を。そっか。区画整理もしないといけないけど、結構そのあたりも考えもんだな。一つ目の橋はそこでしょう。意外とここいい魚釣れるから、こっちにするか。橋ってここかけれないよね。やっぱ砂浜だとダメなんだ。ここだったら場所的にだよね。まっすぐ行けるっちゃいけ、釣りするときがめちゃくちゃ便利なんだよね。虫確認しながら回りだし、まあ、橋がいくらかできると思えばここにしますか。さあ想像してみよう。ここにしよう。おお、なんかいる。スマホが。はい、しもしも。はいはい、あの吉さんだね。赤い魔法の橋を立てるのに、優しさの場所に使ったかな。いいとこあったよ。はいはい。募金の方でヒットと一緒に設置してくれた、アニマくんが担当してくれたの。がっつり寄付してくれてもいいかな。集まらない。いや、それ結局俺だよね。アニマくんね。またにしよう。そっか、アニマくん。後でお金持ってくる。いやー、マジか。結局一人か。結局一人じゃん。いやー、そっか。やっぱ株価どうにかしないとな。よし。じゃあ、今インフラが一つ整えたわけだよね。まあ、今からだけど。これも、線か。
金のなる木は1万円だとね、まだいいんだけどね。さあ化石は後にして、そうか、今回そうね、新しく服が来たりとかそんな感じだったけど、まあまあでもそうだね、住民増やしたりとかしないといけないみたいだね。マイル旅行券で探しに行く感じかな。なんかそんな感じがするよね。なんなら旅行券もらったしね、行ってこいって言わんばかりの。お、まさか壊れた。意外と壊れるの早かったりするよね。テレビトレイ、テレビトレイ。そうか、まあとりあえずまず作るべきはキャンプを作って人を集めてっていうところだから、まあ多分人も出てこないと思うし、まあお金集めながらインフラも整えっていう感じでちょっとやっていこうかな。まあまあでも今回案内所が整ったんで、だいぶ楽になるんじゃないかなと思います。じゃあ、人会はそのキャンプを作るのを頑張っていこうかなと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。まだどんな風になるかが分かってないから、キャンプに関してはね。いやーマジでどうなるんだろうな、キャンプ。必要なキットを教えてもらったけど、あ、すっごいどっかで見覚えがあるこのキャンプ。いやでもそんな難しくないか。まあまあでも作ってっていうか、次回はそんな感じでいこうかな。いろいろと整える方向でいこうかな。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。そうですね、よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。